伝統的な歌詞の総称米を主食としてきた朝鮮で発達した菓子で、婚礼や祖先供養といった行事や、旧正月や周遊などの面接の際に不可欠である。また、お茶菓子として、ゆず茶などの伝統的な朝鮮の茶と一緒に食されることも多く、現代の韓国では、喫茶店やカフェでも半好みがしばしば提供される。米や小麦粉、 好みなどを主な材料に蜂蜜や水飴を加えて固めたり油で揚げて作られシナモンや生姜などが味付けのために足されることもあるほかごまや半型食材であるイチゴやゴミシなどが使われることも多い。また、半好みは松の花粉などで着色した鮮やかな色合いが特徴であり生地を型で押し抜く技法や中国に近いことから早く より鉄鍋が普及したことで、材料を揚げたり蜜で煮詰めたりする製法が発達した。半好みという名称は、日本統治時代に洋菓子が朝鮮半島にもたらされた際、伝統的な菓子をそれらと区別するために、そのように呼んだことに始まる。半好みはそれ以前には、増加と呼称されており、天然の果物に対する人工的な甘みとして捉えられていたことが伺える。また、 油と蜜を使う菓子類を総称する、油蜜菓という故障もあり、競技では薬好みの別称として使われていた。仏教を国教とした駒が成立すると、仏教では摂生が禁じられていることから、朝鮮半島では長きにわたって肉食が禁じられ、その代替として穀物の栽培や菓子の消費が増加した。高麗時代には菓子が貴族らの儀式や式典、 また私的な宴会などで出された。また、仏教の流星とともに、中国から入ってきた茶が広く普及し、それに伴いが種類も発達した。三国一では、宮中の儀式に使われたと伝えられ、中列王22年に王室が元の王女を迎えた際には、元で模様された結納の縁に、高来から油密化を送った記録がある。しかし、半好みには多くの油、 穀物、蜂蜜が含まれるため、たびたび禁止された。1117年、祝葬国王は揚げ菓子を食べることを禁止した。民衆22年には揚げ菓子の代わりに果物を食すように触れが出され、また1353年には揚げ菓子が全面的に禁止された。コーランの後の朝鮮でも菓子類の制限は続いたとされており、両藩と呼ばれた貴族でさえも揚げ菓子は、 儀式や結婚式のみでしか食べられなかった。また、激しい身分差があった朝鮮では、庶民がハンコ好みを食すことは罰金、または大罰の対象となった。ハンコ好みは作り方により、油好みや薬好み、性好み、茶食などの種類に分けられる。ありがとうございます。